ここで会ったが100年目。この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに斬られた呉服屋伊右衛門とはあたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス、かねて備えた懐刀を幾たび夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。諸子材な、手ごめにしてやれ。女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そう、この俺よ。バカな男だね。辻斬り銀次はあたいなのさ。見ててくれたかい、お父っつぁん。よっ、あの吉太郎、日本一。紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい？これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。生きがるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい？今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、ヨコ。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。トラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？かまうもんか。大丈夫か？紙吹雪は心配するな。
明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？うん。そうだ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも、絶対に高いよ、中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。おいおい、マスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか？こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろう。分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくる。父さん、父さん、20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。大晦日なのにか。田室町に盆も正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。ソープ生まれのチンカスなんかにな。
加減にしろ。立ち上がれ。さあ、ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ。一番中学時代のよしみだろ。それにこれっぽっちお前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよな。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。天のてめえだろうが、三下のくせにや。お前なんかにさてるかよ。どうしたもんかね。よし、いいぞ。俺の番だな。一番の兄貴、大丈夫っすか？おう、ミツ、これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪知恵だけはたけてんだ。でもやりましたね、今日のしのぎのノルマ。一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を。そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっ
ってんだろ、おれ。わかりました。のう、そうだ、ミツ、ここ、どうなってる。メリゲンサックで不意打ち食らっちまってな。ああ、炭鉱部できちゃってますな。ちげえ、紙だよ、紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形できたのによ。そんなこと言ってる場合すか、兄貴。あ、こっちの方も整えて、別で触るんす。すいません。顔面にも何発か食らっちまった。カッコつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことか。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。勇者？おう、俺はよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ、ドラクエの世界が。うわ、またドラクエっすか。兄貴どんだけ好きなんすか。悪いかよ、いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ。勇者って俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ、やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまたどやされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。ほら、荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな、どん底には戻りたくねえからな。あの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話っすか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。春日一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつっすか。なんか俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おう、やれやれ。ただし騙されたガキどもに金を返してきた後でね。あそうでしたね。じゃあ俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜ。よし。いやあ、イチ。竹雄のおっちゃん、元気かい？おかげさまでな。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。イチに店に来てほしいってよ。道夫ママが？俺に何の用だ？それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。決まっていくわ。
るのを待ってたよ。ちょいと一杯付き合えよ。大晦日なんだしさ。俺に用事って飲み屋みたいなことか。師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくってね。何言ってんだよ。俺は今しのぎの最中だよ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアルチュウ。私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピして。まったくよ。肝臓ボロボロなんだろ。いい加減にしねえと本当に死んじまうぜ。悪かったよ。ありがとうね。おい、イチ。今日のおっちゃんよ。日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この20年シラクのママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくは分からんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。わかった。いいとこに来た。大変なこと。どうした。店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん。うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか。あったら貸してくれよ。ふざけんな。ヤクザは便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時たまたま腹壊してただけだ。おい。なめんなよ。
せてやるよ。こっちを来た。大勝利ってか。ありがとうございます。はい。どこにあんだろう。桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎、俺は荒川のおやっさん以外と杯川月なんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういや一ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだ。だからって外出のたびに不眠に面倒見させるのかい。荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバア、それ以上おやさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。ああ、ミツ、高校生に金返してきたか。はい、随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ。今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。兄貴、借金男はいたか。はい、あれ見てください。あいつが平塚って男です。あいつか。知ってんすか兄貴。まあいい、行くぞ。ああ、平塚さんよ、優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか。おい、なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか。他の組には通じたかもしらねえが、
再建が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなけれ財布を置いて。なめんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ、そんだけだ。相変わらずでっけえな、グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。こいつと一緒にいるってことはヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろ。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよソープの一番ごときがなめた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よっしゃタッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ、手出すんじゃねえ。え、ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。頭ぶち割るぞ。やってやるぜ俺の番だな。ほらほら見せてやるよ。こっちを打つな。あれごめん、うん、よし行くぞ。見せてやるよ。こっちを打つな。強くなった気がするぜ。やっぱりあんた強えな。だが勝ったら俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む、それだけは勘弁してくれ。お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。何やってんすか兄貴。え、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金。グレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。え、ああ、はい。よし、行くぞ。見て、ちょっと、兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで特貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく、そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。え？ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。
それが何すか。あの店が平塚の実家、お袋さんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前にお袋さん体壊して結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってな。じゃあ平塚が借りた金ってのは。お袋さんの入院費と手術費だ。でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。え、問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね。そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、一番です。おせえぞ、俺ら2階以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか。はい、ちょうど今日のおしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。あ、すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け、バカがお待ち。何やらせても遅いな、てめえは。はい、すみません。分かってると思うが、変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ、お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか。やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。荒川雅人さんは。本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。忘れてたのか。まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですね。時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのジジイ、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ、若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。
すいません。大丈夫ですか、若。大丈夫だ。もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。何すか？それ海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか？今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれヤバい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？俺無理っすよ。やめましょうよ、若。こんなの危険ですって。意気地のねえやつだな。若行くぞ。いらっしゃいませ。こんばんは、マサトさん。ねえ、体良くなったの？びっくりしちゃったよ。おい、ユメノさんは？はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ。すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと、わか、速攻話つけてきます。大丈夫っす、紳士的にやりますから。
おう。はい。いや。はあ。おい。ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。ああ、まあなんつうか、そのそちらの女性をお迎えに。ふん。ちょっといっちゃん、お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。ああ、ロなんだと。話にならん。なんだとこれ。分かるように話せってんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません、お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない。ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつは。ほう。それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです。メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ、偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたはどこのもんだ。仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあこの女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。
夢野さん、おめでとうございます。こんな高いお酒飲めて、夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、礼を言う相手が違うんじゃねえか。そうよ、まったくこの子たちったら。ごめんなさい、マサトさん、ありがとう。まあ、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎、よく来るのか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか？何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ、お前のから見せろよ。あ、はい。でも俺こういうの慣れてねえっていうか、その早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。何それ。だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて、しかも分からん女出てなくて、分からん彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけ分かんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。え？こら、もう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケツだ。こいつはいや。ああ、マサトさんうまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。すっごい。はあ、嘘。こんなの。さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション1個くらいだ。といっても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。でも私こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。イチ、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ、行かせてやれ。はい。ごめんね、でもすぐ戻るから。気にすんな、ゆっくり行ってこい。優しい。じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢野に聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎかい。
でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って、ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ、マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。若、いつからそこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。分かった。
よし。例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。でそいつからいくら取れたんだ。それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか、なら切り取りの方は。はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ、若とどこに行ってた。ただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと。てめえがせびったんじゃねえのか。しのぎあげれねえからってせがいことしんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よっ、組に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くもかゆくもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。やれよ。どうした、ヤクザのくせにやり方知らねえのか。なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ、ちょっとつらかせ。はい。助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョートは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんすけど、頭の言う任侠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー。お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。お前みたいに後先考えねえで前に突き進む奴がいて、フォローしてくれるミスがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。
そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやっさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな、家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ、そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さてじゃあ20世紀を締める飯を食いに行くかな。一番ういっす。どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前女の方どうなんだ。いません、俺は女にはからっきしで。チッ、しけた声だじゃって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえ石、何舐めた口聞いてある。いや過去形で言うの。今も現役でモテてんだろうな。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ、まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ、もうお亡くなりだとは。一応24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな、俺が心底惚れてたのは別の女だ。あかねえと言った。え、でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高くくってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれが子供ができたって言ってくるまではな、となりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。え、組長は茜と腹ん中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああさすがに俺も耳を疑ったわよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。そして街を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプス。ああ、だが何時間経っても彼女は来なかった。
連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛に電話がかかってきた。茜か、お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え、私たちの赤ちゃん。おでもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。分かった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ、奴らが来た。どうしよう。アカネ、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんはロッカーに。本気？大丈夫だ、赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ、赤ん坊をロッカーに。この子、お願い。アカネ！おい、いたぞ、女だ。行け行け行け。おい、アカネ、女、クソ、どこ行った。おい、早く探せ。くっす、大丈夫か。しっかりしてろ。どけ。赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマサトを見てくれた医者が、低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。
ナトコも。いや、一分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マサトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんて、そんな。結局アカネとはそれぎりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかして大家さんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当世のとはいえ、お前も俺の息子だ。そんな、俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあ、とっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。北京ダックってアヒルでしたっけ。うん、釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いて食う。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっす、絶対見つけてみせますよ。マジかよ。おい、誰かいるのか。壊せろよ、敵に助け。なんせよ、一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてえだろ。でも、食いたかったっすよ。
また連れてきてやるよ。約束だ。あざす。待ってろよ。北京ダーク。いい年越ししろよ、ご両人。一番、前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せで笑うのは。家族の前か、相当やべえ時だけですよね。ああ。ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋でも行くか。おっす。どうした一、クソでも漏れそうなのか。うるせえ。一、たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。亡くなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。ソープ場だったおふくろは出産直後に俺を置いて消えた。てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ雪吊りの客だろう。おお、誰か一番を見てくれ。ほらおいで一番。待って、私が抱っこする。俺はこの町の奴らに育てられた。世間じゃクズって呼ばれてるような連中は俺の親代わりでした。じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず当てもなく生きてた。金のために誰かで構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのがあっただろう。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組、
荒川組、俺殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。カスが一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返して押しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。ありがとう。礼なんていらねえよ。お前のために指落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。お疲れ様です。組長、またてめえか。何度言ったらわかるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も炎天下の中も。お疲れ様です組長。誰こいつ。親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。
お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。1名のことだった。いやあ、そこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした、おやすん。おう、すぐカウントダウンすね。ちょっとやめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんだろ。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら、20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだな。あ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの金でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが。てめえ、ふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやさ、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩よりも数年ぶりだな。前より強くなったらといいが。面白い。やっちまおうぜ。熱烈にやれ。やってやるぜ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。ほら来いよ。なんだ、頭きた。ほら、これ、よっしゃ、勝ちだ。なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫かい姉ちゃん。ああ、来ないで。おい、おやつさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。ああ、はい。さてと、じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい、おやさんも良いお年を。あ、やっぱかっけえな。よっしゃ、もう一杯だけいっちゃうか。もしもし、4、3
お兄さん、起きて。お兄さん。やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。明けましておめでとうございます、おやつさん。朝早くに済まねえな、石。ええ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました、発毛ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにな。な、はい、わかりました。ちょっと待て、お前どこの組のもん？どこって、荒川組だけど。てめえよくもやりやがったな。はあ、何のことだ。おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。ちびるんじゃねえぞ。やってやるぜ、俺の番だな。どれあれ。やるか。強くなった気がするぜ。くそ、覚えてやがれ。何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。おはようございます。ああ、イチ。
座れ。はい。いいから座れ。あ、はい。お前、榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ、因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の？うん、近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか？榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東条会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長、シェラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東条会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか？2時間ほど前、ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果、ジョーが茶化を抜いちまった。そういえば目撃者はいねえみたいだが、すでに殺害死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東条会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東条会追放。こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。しょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、一。何言ってんですか、おやさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。大家さんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし、喜んでやらせてもらいます。イチ、どうしたい？どうしたじゃないっすよ。今日は正月&兄貴の誕生日じゃないっすか。そういや、そうだったね。ちょっと何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じ神室神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。え、なんでですか？ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか？まあそんなとこで。新年早々厳しいっすね、頭は。
極道になった以上盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか。それより三つ、お前今いくつだ。え、20歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴熱でもあるんすか。また電話する。おう。最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並みもう一杯。あ、はい、かしこまりました。並長、悪いが、お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか。すまない、よそとの喧嘩なら波紋で済むだろうが、今回は同じ登場会、それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな、本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。これで思い残すこともねえな。おいしいですよね、牛丼。ありがとうございました。
っきのお兄さん、財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。主文、被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。新入り、おい、聞いてんの？本日分終了いたしました。要弁願います。よし、元登場会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうが。なあ、荒川組だよ。荒川組。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言った？神経な組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんな神経な組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。てめえ、ぶっ殺すぞ。負け。やれるもんならやってみろよ。てめえ。1年も耐えたのに、なぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。
一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか。はい。あの野郎、親さんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。親父さんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う。お前のケーキが伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが、外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。1119番、手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。背景一番へ。出所するまで書かずに置こうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前のケーキが伸びなければ、今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしている。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。一日も早く振り返って俺の前にお前の姿がある日を待ってる。追伸、出所した日の晩はあの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやっさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって、本当にすみません。お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。あれ、あ、どうして。まあ、年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ、早く行け。はい、お世話になりました。
誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。はあ？18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとは、たまげた精神力だな、春日一番。誰だ、てめえ。神奈川県警。でか。昔はな。今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない、俺はお前に用があってきた。なんせ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大がと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。神室町生まれの神室町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日二郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日神室署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい、あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんでな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ、俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくぜ。はあ？意味が分かんねえ。け、勝手にしろよ。その頭。うるせえ。出の悪い店に当たっちまったんだよ。んなことよりおっさん何なんだ。いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で次は何するんだ。ち、気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。
かと思えば墓参りか。鈴森近夫。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。おう、でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されてむしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した。そんなイカれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに。笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、おめえは無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく。本当は誰がやったんだ。俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ。俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。どことの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出張してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。あ、なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそ、そこどきやがれ。どかれってんなら腕づくで行かせてもらうぜ。やってやるぜ、俺の番だな。とっておきだ、見せてやるよ。ダメだよ。よし、行くぞ。とっておきだ、見せてやるよ。やったるでいい。俺の番だな。とっておきだ、見せてやるよ。行くぞ。アマちゃんやろ。なんだってめえ、頭、なんだってめえ。ほら、ただで済むと。まだやんのか。よせ、春日。わかった、すまん。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。なあ、何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っとく。わかった、すぐに帰る。行ってくれ。くそ、話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。
一番です。今日出てきました。一番です。勝つが一番です。どうして。18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやっさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやっさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ。そんなはず。そうだ。どうした。おやさんは何しにここに。墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前にいたじゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たか。奴は鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓は。ありゃ近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の。なんで親さんがそいつの墓参りを。しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ。あのなおっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会。東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。はあ。なんだと。荒川真澄は、奴は今八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行。何言ってんだよ。嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次々に東条会の資金源をピンポイントで潰して回った。名付けて神室町産経作戦。産経作戦。ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで産経だ。んで警視庁の的確すぎるガサ入れで主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは、荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に撃った。んなバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後東条会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々と神室町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は
荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずに神室町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい。なんだと？親さんが近江に寝返る？東条会が壊滅？好きならもっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか？あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。近江の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃ、さっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。はあ、俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行きゃ神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいからおとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。あ？はあ？脅しってか。てめえやっと正体を現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったく、つける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。はっ、こんな小道具が何だっつんだ。おれバカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。あ、カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいって。分かった分かった、芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。は、お前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。Thank you.
な。